今回こうお話がいただけてとっても光栄に思っております。外務省は今日、南野陽子さんを日カンボジア友好70周年親善大使に任命し、林外務大臣はカンボジアとの国交は大事なので友好に弾みをつけていただきたいとエールを送りました。南野さんは1989年に日本テレビ系列の番組24時間テレビでカンボジアからリポートしたことをきっかけに交流を始め、去年カンボジアへの思いを綴った楽曲を制作しています。南野さんは来月首都プノンペンを訪れ70周年記念イベントに出席する予定です。